わが町和歌山プラス。この番組は海外の方や海外から来て和歌山市にお住まいの方にお話を聞いて、和歌山市の魅力を再発見し皆さんにお伝えしていこうという番組です。今回のご出演はアメリカから北山レネイさんとデイビッド・ヒルストンさんです。北山レネイさんとデイビッド・ヒルストンさんはどちらもアメリカ出身。レネイさんは和歌山市の男性と結婚し、現在子育ての真っ最中。デイビッドさんは日本に来て10年、大学などで英語の講師をしながら農業にもチャレンジしています。そして今回番組で取り上げるのは和歌山市の伝統工芸紀州手まり。童謡まりと殿様で知られる紀州手まりは、その昔紀州55万5千石のお城の中で女官たちがお姫様の遊び道具として作り始めたのが起こりと言われています。その文化は城下町に広がり、親から子へ受け継がれてきました。今も和歌山市内には町の至る所に紀州手まりをデザインしたモニュメントなどがたくさんあり、多くの市民に親しまれています。レネイさん、和歌山といえばね、紀州手まりというのがあるんですけど、はい、知ってる？はい、知ってます。刺繍とかそういう裁縫とかはやったことないんです。やったことない。デイビッドさんはどうですか、紀州手まり？私は初めて聞きました。そうです。でも私はもうミシン使ったり、時々自分 の作業着を作りますけど、もうそこまでプロじゃないし、もう本当に今日プロを見るのは楽しみにしています。今日は一緒にそんな魅力を感じに行きましょう。楽しみです。はい、お願いします。よろしくお願いします。まずは和歌山城にある和歌山市観光土産品センターに向かいました。ここには様々な種類の紀州手まりが並んでいます。紀州手まりは和歌山市を訪れる方のお土産にも人気だということです。こちらが紀州手まりですよ。すごい綺麗に飾ってます。松本さん、どういった種類のその紀州手まりがこちらにはあるんですか？ここ和歌山でも華やかでカラフルな紀州手まりっていうのがいろいろ作られてるんですけど、飾り手まりっていうのが ありまして、こういう小さいミニミニ手まりとか、はい、あともうこういうケースに入ったの、はい、箱入りと作られております。中でもこのミニミニ手まりっていうのが、はい、一番ストラップ手まりとして小物につけたりとか、はい、お土産に買って帰られるというのが人気はあります。もしかしてこれも？そうです、はい、こちらに飾ってます。かわいい、はい、こちらのミニミニ手まりです。常につけてるんですけれども、はい、いやどれも本当かわいいですね。本当ですね、うん、お土産品として大人から子供まで、また外国の方にも人気があるという紀州手まり。土産品としての歴史は昭和46年の黒潮国体に遡ります。当時和歌山を訪れた選手やスタッフへの記念品として贈る紀州手まりの製作に携わり、手まり作りの指導も行った和歌山市の青木匠美さんを訪ねました。いや繊細な作業ですね。お二人の母国ではこういう刺繍とかっていうのはあったりするんですか？服とか靴にバッグなどにはあるけど、なかなか球体となるとね、難しそうですね。誰でもできるの？そうですか。子供から大人まで根気と丁寧さ、それがあれば誰でもできる。で、青木さんは昭和46年の黒潮国体をきっかけに作られたそうなんですけど、作っていたのはもう子供の時からおばあちゃんに教えられて自分も作ってたんです。そして前の国体の時にその皆さんにお土産として持って帰っていただいた選手の方に、そしてそれからあとまた和歌山へ来てくれた時に、あれ欲しいんやけれど
どこにも売ってないって、その中にまだちゃんとした形でお土産として出ていなかったので、それでその時私も教えに行きましたんで、あの皆さんから推薦されて、ちゃんと仕事としませんかって言われて、皆さんの後押しを受けて仕事にしたっていうのが昭和46年ですかね。その後県内外で幅広く PR し、50年にわたり紀州御殿手まりとして作り続けてきた青木さん。全国の城下町にさまざまな手まりがある中、紀州手まりの特徴は南国和歌山らしい明るい色彩と菊の柄だと言われます。青木さんはそれを基本としながらさまざまな手まりを創作してきました。それはね、その鶴をイメージしてるんですよ。赤い色は単調の、頭の赤い色、そうして白と黒が羽をイメージして、懐かしい感じと、でもその近代的な感じもしてて、シンプルやけど可愛いかなと思って。素敵です。このレネーさんの持っている紀州手まりはどういったものですか？それは花を表しています。桜ですか？そこのところが、はい、そう、はい、私はあの桜大好きで、あそれ見て、はいはい、かわいいと思ってそうして私がこちらからお姫様どうぞって言って、こういう風にして転がして、そうしてその時の色の柄と変化を楽しむっていうのが本来の遊び方なんです。この紀州手まりを作られている方にとって魅力ってどんなところなんですか？はい、と昔からも長いことしてるので改めてそういうふうに考えたことはないんですけれど、ですけれど秋が来ない、そうして作るのがやっぱり楽しみかな。すごく広がりっていうんかな、デザインの広がりっていうのはすごく大きいかなと思うんですけど。そんな紀州手まりを作ってみようということで、続いて向かったのが和歌山市の味噌の商店街。こちらで体験教室を開くのは紀州手まり工房さゆきの宮脇俊美さん。紀州手まりを再興した田辺市の久山幸男さんに教えを受け、25年前から和歌山市で教室を開いています。宮脇さんは平成27年に行われた紀の国和歌山国体でも和歌山市の依頼で紀州手まりの制作・講習を行いました。こちらではどういったことを体験できるんですか？あの和歌山のね、紀州手まり伝統的なものなんですけども、こういうものを作るんです。最初からするとかなり時間がかかりますので、半分私が作ってます。だからあと半分体験してください。ありがとうございます、はい、こちらでは初心者が手軽に制作できるよう、途中までできた手のひらサイズの手まりを完成させる体験が人気です。ほとんどできました。ほとんど最初針に糸を通すところから一苦労。これは大丈夫でしょう、はい、これ OK、 これで OK です。お、いけた、できました。あ、はいはい、かがりという縫い方で糸を左右交互に少しずつずらしながら幾何学的な模様を縫っていきます。力の加減と規則正しい感覚で縫い合わせていくのがポイント。ちょっとこうして修正します。これもここから。慣れていない間は何度も糸を通す場所を間違えてしまいます。了解です。ここ行って常に右から左へ上げます。でこれやってますかね。はいはい、あ、ええ なぜここ、あ、ここじゃないですね。ここじゃなくってそこにします。はい、これです。あ、これだけですか。はい、少しだけでいいです。OKOK、これでちょっと要領掴んできましたか？結構分かってきました。分かってきました。繰り返し。先生、自分でこうやって作っていけばいいのに、なぜ人に伝えるっていうことを選んだんですか？やっぱり先生、私の先生が広めていきたいっていうのと、やっぱり
和歌山だったらやってみたいっていう人がたくさんいるみたい。うん、でもどこで教えていただけるか探してたっていう人が多いんです。うん、地元の方っていうのはこの紀州手まりにすごい愛着をあると思います。昔は母親が嫁いでいく娘にまりを作って、あのタンス荷物出したでしょ昔。だからタンスに忍ばせて願いを込めて出したらしいです。やっぱり先方へ行って可愛がられるより丸く収まりますように、そしてまた丸々した二世が誕生しますようにっていう意味らしいです、昔の方のお話で。うん、作り始めて1時間針と糸の扱いにも慣れてきたようです。うん、楽しいから。レネイさん完成間近。楽しいですね。生きてます。これで仕上がりです。はい、ネネイさんハプニングもありましたが一番に完成です。ありがとう。完成。はい、続いてデイビッドさんも完成。デイビッドさんもできましたね。初めて見ても上手、はい、綺麗にできました、うん、早かったですよ。でも、私たちの作品が出来上がりました。この体験早い人は1時間程度で完成するということです。今回はこの紀州手まりについていろんなことを教えてもらってきたんですけれども、うん、振り返ってどうですか。もう今日はいろんな人出会って、物も出会って、あのこんなに綺麗なものを糸で作れると本当にその歴史を感じながら、もう本当に今日楽しかったですよ。で私もあのこんな綺麗なものを作れるかと思ってない思ってなくて、そうで全部一日中あの手まりを見て、うん、あの作ってみては楽しかったんです、うん、ね、ぜひこれからもこの紀州手まり、うん、いろんな人に伝えていってください。ありがとうございます。ありがとうございます。私も楽しかったです。我が町和歌山プラス、今回はレネイさんとデイビッドさんに和歌山市の魅力を再発見してもらいました。お二人を番組サポーターに認定します。番組公式 Facebook でも番組サポーターとともにさまざまな和歌山市の魅力を発信しています。キャッスルシティ和歌山プラスで検索してください。また番組をさまざまな言語で配信する YouTube の和歌山市公式チャンネルや英語版の観光ウェブサイト My Secret 和歌山もぜひご覧ください。次回11月は和歌山市人権啓発番組をお送りします。